デンマーク陸軍はデンマークの陸軍。冷戦終結後は徴兵に依存する割合を減らし、国際活動に重点を置くようになってきている。デンマーク陸軍は国連の PKO 及び NATO の平和維持活動の一環としてボスニアに派遣されている。派遣部隊は即応旅団から引き抜かれたものであり、NATO の指揮下でイギリス気候旅団と協力し任務に当たっている。 コソボやイラク、アフガニスタンにも派遣されており、イラクでは2003年8月、アフガニスタンでは2008年12月に戦死者も出している。デンマーク陸軍は2001年に大幅な組織改革を行い、戦闘部隊は2個騎兵連隊と2個不評連隊で構成されるようになった。騎兵連隊は3から7個大隊、不評連隊は7個大隊で構成されている。特殊部隊として、 両兵中隊が編成されている。2009年時点で現役兵総員約14,200人、内調周兵は約6,000人。デンマーク陸軍には戦闘部隊、支援部隊を含め管理単位として7個連隊が存続しており、戦術単位として22個大隊が編成されている。デンマーク陸軍は作戦部隊と訓練部隊を混成した手段を 編成に含めており、支援などの諸兵科の多くは、陸軍作戦司令部か師団司令部が直轄している。さらに国内を6個軍管区に割りしている。以下は2009時点における内容。マルグレーテ2世の誕生日を祝いクロンボウ城にて、霊砲射撃を行う、第一砲兵大隊。ありがとうございます。